ドリームチェイサーです。今回はこちら変身デバイス忍者スターバーガーを買ってきました。手裏剣チェンジということで、スター忍者、ゴールドのスター忍者が持ってる変身アイテムですね。付属としてスター忍者手裏剣が1個ついています。開くとこんな感じ、閉じるとこんな感じですね。こちらの変身アイテムの嬉しいところ、ボタン電池がもうついているので、そのまますぐに遊ぶことができます。そして、このスター忍者手裏剣は回転するんですね。これは多分回り方は忍者一番刀と同じ感じかなとは思ってるんですが、この回転素早く回るのか、ちょっと楽しみに見ていきたいと思います。では早速開けていきたいと思います。出てきましたね。あ、意外とコンパクト。でも子供にしてみたら大きいかな。大人の手のひらにぴったりぐらいのサイズです。ミニジャム大きいですからね。が、実際使ってるような大きさというのがいいかもしれないですね。こちらがスター忍者手裏剣。いいね。すごくいい。稼働します。ちゃんといつも通りです。そしてこちらがスターバーガー。あ、そっか。これが回るわけじゃないかな。あ、中の感じはすごく軽いので、はめても結構くるくるっと綺麗に回りそうな感じですね。おー、意外と大きいかも。ハンバーガーすごーい。面白いですね。ここは何かでガチッと止まってるというわけではなくて、ちょうどここにはまるようにはなってますが、磁石とかがついてるわけではないので手動でカパカパと外れます。面白い。ニンニンジャーのマークとゴマかなみたいなマークがついてます。中のこれはさすがにボタンとしてはなってないですけど、楽しみ。どうしよう。まずはこっちから見てみようかな。こちらのスター忍者手裏剣の音声を聞いてみたいと思います。2種類ですかね、音声は。ボタンを押すと音声が変わります。ではこれをセットしてみようかな。こっちにスイッチはないのかな。では入れちゃったらいいのかな。よい。もう一回回してみます。これ閉めればいいのかな。閉めても音声が途切れるとかそういう感じではないんですね。変身後になるとかそんな感じでもないのか。外すときはこのボタンを押して外す感じですね。忍者一番刀と同じ作りです。お、こんなのも入ってるんだ。この静かなままでつけても何もなんないのかな？あ、普通になりますね。
と、このボタンを押すとここが動くので、もしかして、あ、そっか、これを入れて、これを押すと下のボタンが押されて、この音声が鳴るんですね。そしてそのまま回せば返信できると。なるほど。なるほど。これは何回も押してもいいのかな。あ、何回も押すと返信解除になっちゃうんだ。で、また押すと、さっきの後ろのボタンを押してたと同じ感じですね。で、回転させると、返信できると。なるほど。ということで、楽しく返信できますね。子供たちにも遊ばせてみようと思います。まあ、こんな感じです。さっきの音声、たまたま聞けたのかな？また聞きたいな。このブレードがないと、スター忍者となるそうです。なので、ブレードを取り外してみちゃいましょう。あれ？どうやって取り外すのかな？こうして、同じですね。え？で、押してみます。スター忍者！おお。あれ、さっきこんな音声だったっけ？スター忍者！こんな感じで、スター忍者となるみたいです。こちらの取り付け方も同じく、溝に入れて、カチッと回すと、このように音声が鳴ります。ということで、今回は変身デバイス忍者スターバーガーを開けてみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。